どうもリッチモです。今回は体験を S 武器に変える立ち回りを紹介します。最近ですね、ライズの攻略サイトなんかを見ますと、体験がね、一番下位最下位ランクにあったりとか、一番上じゃないにしても中間ぐらいに位置してるんですよね。アイスボーンとか過去作ではね、結構 S 武器だったので、どうにかして今回のね、ちょっと中途半端な体験を S 武器に変えてやろうというね、企画なわけですね。めちゃくちゃですね、体験ユーザーに普及したいんですよね。これからね、体験を使おうと思ってる方のね、希望になったりとかね、体験ね、全然使ってこなかったけど使ってみようかなとね、思っていただけたら幸いです。それでは早速紹介いきます。はい、今回ですね、紹介を始める前の初注意なんですけれども、まずはじめに体験にはですね、2種類の型があります。今回、集中を採用した新ため型、新ため切り型ですね。そして2つ目が能刀術を採用した激光山型になるんですね。この2つになります。現在主流なのはこの2つですね。過去作だとこれが抜刀体験だったりしたんですが、今回ね、抜刀術のスキルが弱体化してしまったので、今回はね、最初に挙げた集中と次に挙げた能刀術をね、採用したね、この2つの型を中心に紹介します。あとですね、この動画では基本技は紹介してません。基本技まとめがね、見たい方は過去動画なんてね、ご覧いただくと幸いです。それでは早速紹介いきます。はい、じゃあはじめにですね、まず体験の強強ポイントということですね。一撃の威力がトップクラス、まずね、これですね、やっぱね、新ためとか激光山もそうなんですけれども、まあ一撃大体、まあ1000出ることもあるし、1500マックスで出ることもありますね。この辺が魅力だと思います。あとはですね、やっぱり操作が簡単なこと、操作が非常に簡単ですね。他の武器みたいに何々の操作をしなくちゃこの連携につなげないみたいなことが少ないんですね。そしてスーパーマー状態で戦える、これはですね、タックルとかなんですけれども、方向とか風圧とかね、攻撃によるひるみを無効化してくれるんですね。これを非常に対応します。相手の攻撃にね、左右されずに自分の攻撃を押し切ることができるって感じですかね。そして、緊急時のガード、めったに使わないんですけどね、これがあることで命が助かったりします。結構重要ですね。次にですね、体験の弱い弱ポイント紹介します。はい、動きが遅い、これはもうしょうがないですね。ですが今回ね、かけり虫で強化ノートとかありますので、動きの遅さは十分カバーできるんですね。そして隙が大きい、これもね、攻撃動作が遅いという意味ですね。攻撃動作、やっぱりこの辺がですね、体験の弱いポイントですね。それに仲間の攻撃でね、玉切れの出だしがひるむ仕様に変わっちゃったんですね。前回はですね、仲間の攻撃でも玉切れのね、出だしはスーパーマー状態かかってたんですけれども、今回はひるむ仕様に変わってしまったので、マルチ限定ですね、これはね、特にね。玉切れを当てる際は、周りに人がいないか確認した方がいいと思います。はい、じゃあ体験を使うときに意識することなんですけれども、基本はね、抜刀からの強化の取り出すですね、これを繰り返します。こうやってね、例えば攻撃のね、これ連携してるとするじゃないですか。このもう連携終わりには必ず常に強化ノートをして、この強化ノートっていうのは攻撃力ね、少しの期間上がりますから、これを対応する方がいいと思います。これはもう絶対ですね。常にこの、要は右腕が光ってる状態ですね、この右腕が光ってる状態にしてあげると、狩りも早くなるのかなと思いますね。そして、タックルでモンスターの攻撃を受けるってことも重要ですね。こんな感じで、これがタックル、これは先ほど紹介したんですけれども、スーパーマー状態ついてます。方向も無効化できますし、あとはね、多少の攻撃だったら押し切ることが全然できちゃいます。ただし体力はね、がっつり減るので、その辺は気をつけた方がいいと思います。例えば前作だったら普通にこうやって相手モンスターに向かってバット攻撃は終了だったんですけれど、今回ね、やっぱりかけり虫ありますから、もう初っ端からこうやってこんな風に感じでね、奇襲かけちゃった方がいいと思います。これの方がだいぶ安定するんですね。で、こんな感じ、全然新ためとか激光山型に繋がりますからね。基本的にはもうかけり虫でね、こう移動しつつこうやって切っちゃうみたいな感じがいいと思いますね。常に高度の遅さをね、かけり虫でカバーしてあげるといいと思います。加えて、新ため切りを打つんなら、必ず一撃目を、弱点に入れてあげてください。こんな風に新ため打つときは、こんな感じですね。そうすると、二撃目にもね、ちゃんと強撃のね、倍率が入ります。二撃目のダメージが高くなるんですね。一撃目を弱点に入れれば、二撃目のね、ダメージは非常に高いものになります。これだけ意識すれば大丈夫ですね。おすすめの入れ替え技の組み合わせも紹介します。まずタックルですね。こんな風に、これがタックル。
もちろんね、方向、向こうやスーパーマーついてます。ガードタックルとタックルっていう選択肢があるんですけども、ガードタックルはですね、初動が遅いだけですね。カウンター要素あるんですが、やはりね、こう技のつなぎにタックル対応しますので、これがガードタックルになっちゃうと、ちょっとね、動きがもたついちゃいます。なので、十中八九タックルで問題ないと思います。そして次にね、こっちですね。混合ため切り。これはもう混合ため切り一択ですね。混合ため切りか、ハンティングエッジかを選べるんですが、ハンティングエッジはただ使いづらいだけです。正直ね、2ゲージ消費しますし、体験にはちょっとね、大きすぎる代償かなと思います。混合ため切りであれば、普通に混合ため切り打った後ね、こう、ため切り打った後スーパーマーでこのままね、激鉱山なり行くなり、新ため行くなりして、連携にもきちんと繋がりますから、これは便利だと思います。これは混合ため切り一択ですね。そして最後に新ためか激鉱山かになるんですが、これはね、好みによります。どちらでもいいですね、これはね。自分的にはちょっと新ため切りの方によりますね、今はね。こんな感じ。新ため切りですね。ちょっと新ために部があるかなっていう感じもします。もちろん激鉱山と混合ため切りでね、スーパーアーマーを無限に使いながら押し切るって形もいいんですが、やっぱりね、今作強化ノートもありますから、強化ノートかの新ため切りでね、相手のダウン中に大ダメージを狙うって形もね、いいのかなと思います。この辺は本当に完全に好みですね。お好きな方をお使いください。激鉱山についても紹介します。これもおすすめの一つですね。よっと。これなんと自由に向きが変えられます。打つ方向。こんな感じ。全然ね、自分と180度真逆のとこにも打てちゃったりするので、新ため切りはね、よく外れることもあるんですが、この激鉱山はね、外すことが少ないですね。その分火力がちょっと抑えられてるなっていうね、感じです。はい。ここからは体験を S 武器に変える最強コンボを紹介していきます。まず非常に珍しい方から紹介しますね。武器出しガード、タックル、タックル、そしてここでタックル、そして新ため切りと。これがですね、今作最速の新ため切りなり、激鉱山につながる最速コンボというやつですね。非常に難しいのでもう一回やります。まず武器出しガード、キック、タックル、タックル、そして新ため切り。一発目からどうしてもね、新ため切りを当てたい場合、位置調整したい場合によく使います。これは結構覚えておくと役に立つんじゃないのかなと思いますね。そして、抜刀縦切り、タックル、新ため切り。これが新ため切りの中でも結構早いコンボですね。先ほど紹介した難しいやつよりもこっちを使った方がいいと思います。こっちの方がですね、使いやすくて、いつでもね、間違いなく打てるのでね、少しね、新ためまで遅くなってしまうんですけれども、こっちの方が現実的かなと思います。次にですね、よく使うコンボを紹介しますね。抜刀縦切り、タックル飛び込み投げ払いからの強化ノート。相手からね、離れて、これだけ攻撃中に移動できますから、相手からね、距離取りたい時とかはね、攻撃しながらね、相手から離れたい場合に有効です。こんな感じ。結構移動距離長めなんですね、このコンボはね。はい、奇襲に使えるコンボも紹介します。まずこんな風に近づいて、こうやってってね、で、強投げ払い打って、落下突きからの強投げ払いからの新ため切りが打てるんですね。こんな感じ。これがですね、地上で放つよりもね、早くね、新ためにつながるので、これは対応した方がいいと思います。非常に使いやすいんですよね。それか、もしくは、普通にこう空中切りからの、そして強投げ払い。これも同じパターンですね。落下突きか、この空中切りかはね、好みによると思います。よっと。はい、新ため切りが当たらない時のね、キャンセル方法を紹介します。で、まずですね、こんな風に溜めてて、もしね、こう新ため切り当てるぞ、あ、相手逃げちゃったらどうしようってなったら、こうタックルでキャンセルして、で、その後強化ノートで逃げちゃいます。これがですね、相手から距離を取りつつね、強化もできてね、新ためもキャンセルできるっていう組み合わせのコンボになりますね。これはね、結構対応するので覚えておいた方がいいと思います。キャンセルと強化同時にできるのでね、もう一回やりますね。こうやって、例えば、新ため打つぞ、あ、動いちゃったどうしようって思ったらタックル一回挟んで強化ノート。これでもう立て直しバッチリですね。で、また切りに行くみたいな。この行動が一番覚えておいてほしいですね。今回の動画はここまでとなります。
いや本当にですね、今各種サイト見て回ってるんですけれども、結構ねいろんなサイトで、体験は初心者武器だとか、体験めっちゃ弱いとか言われてるんですよね。そんな状況もですね、今回ねこの動画内容の立ち回りで改善できるのではないかってね、そういう風に考えております。まだまだですね、タイムアタックとかでも使われてるね最強武器の一つだと思っておりますので、これを機にですね体験ユーザーが増えることを祈っております。それでは今回はこの辺で、皆様良きハンターライフをお過ごしください。動画のご視聴ありがとうございました。動画がお気に召しましたら、チャンネル登録やいいねもよろしくお願いします。コメントも必ず読むようにしてますので、気軽に書き込んでみてくださいね。ではまた次の動画でお会いしましょう。